皆さんこんにちは。中国四川生まれ沖縄育ちの受け身パンダです。でも私、中国語が喋れないんです。そこで中国語を習おうかと思って、ある先生をお呼びしたいと思います。もしもし、スパルタイガイ先生、今からちょっと中国語を教えてほしいんですけど、来てくれますか？大丈夫？あ、よかった。じゃあよろしくお願いします。来てくれるんだって。とスパルタイガーです。先生こんにちは。はい、こんにちは。ザハハゼマラ。えに自転ゼマラ。え、なんですって？中国語を習いたいって聞いたんだけど、どうしたの？そうなんです、はい、私中国生まれ沖縄育ちだけど中国語喋れないんです。あんたよ、しっかり頼むよ。同じ白団だから喋れないとな。じゃあ何から習おうかな。まずは挨拶から習った方がいいんじゃない？はい、お願いします。ね、挨拶といえば朝なんて言うんだっけ。おはようございます。あ、それで行こう。はい、じゃあ早上好言ってみて。早上好。早上好っておはようって意味なんだけど、うん、じゃあちょっと発音してみてよ。早上好。早上好。早上上上上早上早上好好早上好早上好。あ、いいね。ちょっと漢字も書ける？ちょっと教えてください。漢字書けない。ちょっとこっち、あ、もうこれどかそうね。ちょっとこれ早上好なんで、これちょっと下手だな。これね、中国語で早上好、これね、おはようございますって意味なんですよ。発音がね、これザオザオ、はい、ザオ上、あ、上はこれじゃないな。これもう本当先生厳しいよ。ん、これね、スパイダータイガーだからね。上上上、はい、そうそうそう、上好好，好，好，早，早，上，上，好，好，哦，いいですね。早上好，早上好，哦，いいですね。早上好，じゃあちょっと使ってみよう。じゃあちょっと僕歩いてるからね。なんか朝出会った感じでやってみましょう。はい。早上好，早上好，あ、いいね。早上好。うん、でこれ、あの早上好ってあるんですけども、これ早ってどういう意味？朝早い。早いって意味でしょ、はい、朝じゃなくて早いって意味なんですよ早。うん、上は上上がるって意味ね。好は何？良い、いいって意味。そうそう、うん、好きって書いていいって意味だよ。いい朝って、いいおはようなんですよね、はい、だから早上好はいい朝だねみたいな、早くからいいねみたいな。おー、そうなんですね。で短縮して早だけでもいいですよ。早でも友達同士だったら早早って言ってバイバイって感じ、うん、こんな感じで挨拶できる。もう一回言ってみる。早早上好早上好。早。早。そう。早上好。早上好。早上好。好。好ってのはいいねって意味ね。好。好好。じゃあ今日はここまでにしようかな。先生ありがとう。はい。もう中国帰るときまでには中国語できるようになっておかないとね、いけないからね。はい。はい。頑張ってね。はい。じゃあ今日よくできたから
ご褒美。あんたの好きなね、これあんた笹しか食べないはずだけど芋も食べるかなと思ってね。私は食べないけどね、肉食だから。あんた食べる？ありがとう先生。はい、あんたも食べる？みんなで分けよ。もうあんた本当食べてる？ちゃんと食べてよ。はいはいはい、はいはい、どうぞどうぞ。おいしいはずよこれ。ちょっとこれだ、食べてみようね。どんなね？おいしいおいしい。はおはお、鹿児島さんのね、竹竹じゃないよこれ、芋だよ。早上好。早上好。じゃあまたね、バイバイ。うん、先生ありがとう。はいはい、じゃあね、またね、バイバイ。早上好。ということで今日はおはようございます、ザオサンハオを習いました。また次回よろしく。